一度手術中に心停止し蘇生して助かったが、それを聞いた彼女は顔が真っ青になった。彼女には辛いこと悲しいことしかしていない。彼女に会うのが唯一の俺の楽しみだったが、一生この子に俺の面倒を見させるのか。俺は何日も寝ないで悩み続け、一つの答えを出した。お前はもう見舞いに来るな。いつものように俺の世話をしてくるためにやってきた彼女は、何かの聞き間違いと思い振り向いた。え、せいちゃん、なんて言ったの？だから親切の押し売りはもうゴリゴリなんだよ。お前の顔を見るとムカつくから、もう見舞いに来るなって言ったんだよ。翌日、彼女は何事もなかったあどけない笑顔で現れた。何のようだ、お前はもう見舞いに来るなって言ったら。彼女は遮るように一枚の紙を俺の目の前に差し出した。婚姻届だった。彼女の欄だけは全部記入されて、朱色の印鑑が押されていた。下手くそくのくせに一生懸命書いた字を見ると、芋虫の体から涙が込み上げてきた。こんな怪物みたいに焼き立たれた俺と一緒になろうっていうのか、一生何もできない俺の面倒を見ようっていうのか。こんな自分勝手でお前に辛い思いばかりさせる俺を愛してくれるのか。出てけ、今すぐこの部屋から出てけ。お前の顔を見るのが辛いんだ。彼女の来なくなった病室で、ヤンキーサンダルのようなコツコツと響く音を聞くと、思わず廊下を見てしまう。薬を入れておくスチール製の引き出しには、彼女が置いていった婚姻届が半分未記入のまま眠っていた。